Hey les loulous, on se retrouve pour Shenmue. Et donc, on s'était arrêté là. On va récolter quelques infos. Bon, c'est pas obligatoire, il me semble, mais ça sera pas plus mal. Alors, direction le parc, si je me souviens bien. Léo-kun-ko. ちょっといいですか。構わんよ。教えていただきたいことが。何かね。これです。珍しい説教だな。法王教と呼ばれているらしいのですが。なるほど。法王が彫ってある。何か曰くのある鏡でしょうか。法王は伝説の随長だが、不吉な予感もする。不吉な？中国では吉凶二つの意味が隠されている宝物が多い。陰陽の日とも言う。陰陽の日。用心したまえ。お父上の非業の最後と何か関係があるかもしれん。大して役に立てんな。わしにはそれくらいしか言えん。わかりました。どうもありがとうございました。 OK、 la suite。Il me faudrait une map. Je sais plus où c'est. Bon, alors il y a l'antique shop, c'est sûr. Mais il y en avait un autre. Ok. Alors toujours tout droit. On va attendre qu'il ouvre. C'est à 10h, donc c'est bientôt. Ok, c'est parfait. Ara, Hazuki-san. 先日はありがとうございました。もう一つ教えていただきたいことが。何でしょう。この鏡について何か知りませんか。拝見します。珍しい石鏡ですね。法王鏡というそうなんです。法王、中国で尊ばれている伝説の随長、空の上帝を守る神獣ですね。神獣。神獣には他に竜がいます。竜ですか。上帝とは中国では北極星のことを指すんですよ。ほらあそこ、中国の古い石像画がありますでしょ。漢の時代の北斗七星図なんです。月明かりのない夜、星に祈ると
願い事が叶うのです。不動の北極星を中心に天を一周する北斗七星は、中国では北極星と同じように尊敬され、長く長く庶民の人気を集めてきたんです。中国には星にまつわる美しい伝説もたくさんあるんですよ。そうですか、ありがとうございました。どういたしまして。Bon, l'antiquaire. これは葉月先生の坊ちゃん。教えていただきたいことが。私の知ってることなら何なりと。先日の刀の鐔のことでしょうか。いえ、これのことです。おお、どれ拝見。見事な鳳の石鏡。昔中国で石の鏡が作られていた。それにしても見事な。何か曰くのあるものですか。でしょうな。もしかすると桂林付近でしか取れない貴重な石かもしれない。貴重な石。本で読んだ知識ですが、時の皇帝の勅命により桂林の堀氏が神獣を掘ったということです。神獣。この石鏡の鳳凰は神獣です。鳳凰と桂林の石とどんな関係が。さあ、私もそこまでは。しかし鳳凰教にまつわるいわく因縁があることは確かだと思います。そうですか、わかりました。どうもありがとうございました。どういたしまして。Bon bah voilà, c'est parfait. Il nous reste plus qu'à retourner à l'entrepôt, donc il va falloir passer un petit appel d'abord. Alors il me semble que c'est par là-bas. Mais du coup je suis plus très sûr. Bonjour Papa Noël. Alors...Après je sais plus, c'est 6 je crois. Après ça doit être un 8. もしもし。母なる地。我が友。父なる天。
九つの竜。第八倉庫だ。陳大臣をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。何の用だ？ああ、鏡が見つかった。親父に伝えておく。第八倉庫に来い。分かった。Ok, c'est parfait, hein. Donc le bus, espérons qu'il arrive bientôt. Direction l'entrepôt. Est-ce que je peux passer par là? Ah, chotto. Kyoka ga nai no ni haitcha dame desu. Sa, dete kudasai. Ok, donc non, c'est pas par là. Il va falloir vraiment faire tout le tour. Excusez-moi, je me suis bloqué bêtement. Ah, chotto. Suimasen, Chin Taijin ni aitai ndesu ga. O namae wa Hazuki to imasu. Ah, sore nara ukagatte imasu. Dozo, o tori kudasai.これが法王経。まさしく幻の桃花緑石。乱帝はなぜ竜経だけを？父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。2枚の鏡。かつて修験達が私に語ってくれた。竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、雌雄が大地によみがえるという。雌雄、この世の全てを食らい尽くすという中国の伝説の怪物だ。蘭帝は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている。一体何を？それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん。気づかれぬよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。うわっ、しまった。おのれ。蘭帝様喜ぶ。ショー、そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。しまった。覚えてろ。助かりました。マッドエンジェルスの手先でしょうか？マッドエンジェルス？俺たちと対立関係にある組織だ。薄汚い連中さ。あれは雌雄門の息のかかったものだろう。
私有門だって。私有門とマッドエンジェルスはつながっている。おそらく彼らが乱帝を手引きしたのだろう。じゃあマッドエンジェルスを探れば乱帝にも。いや、奴はもうここにはいないだろう。乱帝はどこへ？おそらくすでに香港へ。香港。頼みがあります。頼み？何かな？行かせてください、香港へ。行ってどうする？乱帝を見つけ出す。そして。やめろ、お前では乱帝には勝てない。なんだと？やめなさい。俺は親父の仇を討ちたいんだ。ご立派なことだな。だがお前に勝ち目はないぞ。じゃあお前ならどうするんだ？もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか？お願いします、香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ、起床。待ってください、人大臣。命を粗末にするものではない。自由門ですか。で、乱帝は香港に向かったらしい。香港。香港は無理か。福さん、どこか安い旅行会社を知らないか。そりゃドブ板にはありますけど。ドブ板か。なんでですか？香港に行こうと思う。香港？ああ、乱帝は香港に行ったようだ。そんな稲さんにはなんて。説得する。一人じゃ無理っすよ、俺も一緒に。イネさん、ちょっと。はい、何でございましょう。突然だけど、俺、旅に出ようと思う。旅ですか？ああ。心の慰めに、と。ああ。行くあてはあるのですか？香港。香港？福さん、先生を殺した男がそこにいるらしいんです。イネさん、どうか涼さんに旅費を出してやってください。バカ。
なんということですか、リョウさん。ああ、いや。ダメです。そのような無謀な真似を、葉月家の後継ぎに。そこをなんとか、イネさん。聞けません。イネさん。聞く耳を持ちません。あれ福さん、あの俺まずかったっすか。あんな言い方はないだろう。そうですね。自分で何とかするしかないか。Ben oui, c'est pas très malin tout ça. Alors, sortir de là.いつもすまないな、イネさん。On va aller dans la cour tout simplement. Il me semble qu'il y a une interaction sur la route. Mais parce qu'à l'époque, vous aviez pas les TP, il me semble. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Ou peut-être que c'était dans les options, je ne sais pas. Mais sur Dreamcast, ça me dit rien.Donc je pense que si on veut enclencher des scripts, on n'a pas trop le choix. Ah, Oni-chan! Megumi-chan, ka. Oni-chan! Mimi-chan ga inai no.そうか。めぐみがさっき来た時からずっといないの。戻ってくるかな。あ、ah、ben chat ça revient toujours. Mais je vais aller la chercher. Je sais où elle est parce que je me souviens. ん？猫が鳴いてるな。もっと下の方か。Bon, la voix. Attends, je... j'arrive. こんなところにいたのか。あ、いた。原崎。ひょっとして、葉月くんも探してたの？ああ。優しいのね、めぐみちゃんには。めぐみちゃん。あ、本当だ。ミミちゃん、どこ行ってたの？心配するでしょ。よかったわね。うん、ありがとう、のぞみお姉ちゃん。ううん、葉月くんが見つけてくれたのよ。お兄ちゃんもありがとうね。ああ、よかったな。じゃあ私、友達と約束があるから、またね。ああ。Et ben voilà. Je vais peut-être lui faire une petite caresse quand même. Tiens. Voilà. Kimochi daro. C'est trop chou. Ok, alors je vais regarder sur la map. Oui, la Global Agency de mes couilles. Parce que je ne sais plus. Ok, elle est là. Très bien.
ミキさん。おっす、リョウ君。安い旅行会社を探してるんですが、どこか知りませんか？旅行するの、リョウ君。いいな、私も行きたいな。ねえねえ、どこ行くの？いや、ちょっと。何よ、決めてないの？ダメじゃん。パリ行こうよ、パリ。モードの勉強になるし。安い旅行会社って？ああ、旅行会社ね。旅行会社ならあるじゃん、トムさんのとこのそばに。値段は分かんないけどさ。分かりました、行ってみます。パリに行くなら誘ってね。Avec ma monde dedans, quoi. 店、忙しいですか？忙しいわけないじゃん。ねえねえ、どっか行こうよ。いや、急いでるから。へえ、そうなの？じゃ、またね。失礼します。Voilà. Après du camion.Bah, c'est parti. Ah, いらっしゃいませ。あの、ご旅行ですか？ええ、香港に。香港ですか。まあどうぞおかけください。学生さんですか？ええ。では学割が効きますので、22万からになります。そんなに？もっと安いのは？片道だけでも。片道だけというのは扱っておりません。チケットだけでしたら19万8000円になりますが。そうですか。また来ます。ではこちらのパンフレットをお持ちいただいてご検討ください。お待ちしております。じゃあまた。またおいでください。On est trop pauvre. 家で福さんに相談してみるか。Je vais essayer une autre. Hein, quand même. Il y en a deux, il me semble. Ah là. Ouh. いらっしゃい。あの、ちょっと待ってよ、ここ読んじゃうから。すいません。もう待ってって言ってるでしょ。香港に行きたいんです。そこにパンフレットがあるわよ、それ見て決めて。17万か。他には？もうめんどくさいわね。あの、安いプランで。じゃあこれ、これ以上安いのはないわよ。15万8000円。もっと安いのは？もうないわよ。そうですか。ちょっと、せっかく出したのよ、このパンフレット持って帰りなさいよ。À cette agence, quoi. Énorme, hein. 一度家に戻って考えてみるか。 Ok. Donc il est temps de rentrer. Ah bah c'est pas du tout par là pour rentrer déjà. Bien wesh, moi.J'avais arrêté de marcher, je pensais que j'étais dans le chargement. Tournez à gauche. Puis à droite.
et encore à gauche. Bon, est-ce qu'il est là ou il est en train de s'entraîner ? Hong Kong tour, 結構高いっすね。ちょっと待ってください。リオさん。なんだよそれ。俺の貯金です。リオさんに使ってもらおうと思って。福さん。俺、何かの役に立ちたくて、せめてこれくらい。遠慮はいりません。待ってください。いいのか。はい。結構あるはずなんですが、ひふによ、これと。39,634円。まだ足りないな。そうっすね。そうだ、花屋の間さんっすよ。花屋の間？原崎のとこか。そうっすよ。よく海外に行ってる人なら何か知ってるんじゃないっすか。そうか。よし、行ってくる。はい。OK。Faut retourner là-bas. Je peux regarder l'heure, mais ouais, ça ira, je pense. Allez, go, go, go. ハズキ君、何かしら。原崎ってカナダに行くときはいつも飛行機なのか。ええ、いつもそうだけど、どうかしたの。海外に安く行く方法を探してるんだ。ハズキ君が行くの。ああ、予算は7万ぐらいなんだ。7万円か。で、行き先は。香港に行くつもりだ。香港、旅行よね。難しいんじゃないかしら。チケットだけでもいいんだ。だったら船便はどうかしら。船便か。おばあちゃんとカナダに行くときは船なの。そうなのか。ええ、飛行機嫌いだから。あ、これ内緒ね。ああ、船なら格安のチケットもあるんじゃないかしら。わかった、ありがとう。On va commencer par celle où tout le monde est riche. Ah, いらっしゃいませ。聞きたいことが。はい、何でしょう。香港まで船便だとどのくらいですか。申し訳ございません。当社では船便は取り扱っておりません。じゃあ船便を扱ってる旅行会社を知りませんか。どうしても香港に行く必要があるんです。そうおっしゃいましても。お願いします、教えてください。
仕方ありませんね。ここを出て右の方に行くとアジア旅行社というのがあります。あまりいい評判は聞かないところですが。ここを出て右、アジア旅行社ですね。行ってみます。ありがとうございました。C'est la merde. Pif. いらっしゃい。あの、すいません。何よ。こちらで香港行きの船便を扱っていますか？船便あるけど。いくらですか？船便あった。これよ。これだ、一番早い便を。早い便だったら前金もらわないと手配できないわよ。わかりました。どうも。あの、何？手続きしとくわよ。チケットは3、4時間したら取りに来て。わかりました。じゃあ3、4時間後に。Dans 3-4 heures, on va bien s'amuser. On va se faire chier même. Hein? Putain. Bon, au moins on a fait une meilleure affaire. On va rentrer chez nous. Histoire de passer le temps. Ah bah on va même s'arrêter là les loulous. Parce que je crois qu'il est l'heure. Ok, donc les loulous, moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye!